箸っていう漢字にめっちゃ腹立ってまして、皆さん書けます？箸っていう漢字、あれ竹冠に物っていう字だと勘違いしてる人多いんですけど、てか僕もそうだと思ってたんですけど、あれよく見るとね、ちっちゃい点入ってんですよ、漢字の中に。でこれ、あ、なるほどなと、おお、ここにちっちゃい点入ってんだって気づいた時はただの驚きだったんですけど、なんで入ってるかみたいなことを調べていくとすげえ腹立ってきたんですよね。物っていう漢字にも昔は点入ってたんですって、もともと。でもあの物っていう字は点取り除かれたらしいんですよ、途中で。なんでかっていうと、その複雑すぎるからですね、字が難しすぎるから。もう箸のあの点はそのまま残されたんですって。いや、一緒に取ったらいいじゃないですか。竹冠の中に物っていう字なんだから、物の点取るときに箸の点も取らなきゃダメじゃん。バカじゃねえの、漢字協会のやつ。いや、漢字協会が決めたのか知らんけど。